ジュニエース走られます松浦選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。前走の弥彦 G1 振り返っていただきたいんですけども、予想してどうだったでしょうか。まあ、最終日が一番感じは良くて、まあ、準決勝は勝ち上がれなかったんですけど、まあ、足負けかなと思います。最後は4走のうち3走、清水選手との連携だったと思いますけども、はい、清水選手は落車明けだったと思いますけど、なんか前後とかっていうの話は今回はあったんでしょうか。いや、もう自力でやりたいっていうことなんで、任してっていう感じで、もともとね、ヒロトが走りたい方でっていう感じで前からやってはいるんで、はい、まあ、まだまだ自分自身の競争がヒロトの前を回るには物足りないと思いますし、まあ、自分からなかなか前に行きたいっていうのは、まあ、今は言えてない状況です。その、4走終わってここは中4日ですけども、4日間というのはどういうふうに過ごされましたでしょうか。まあ、普通に練習して普通にケアしてっていう感じで、まあ、できることしっかりやってきたっていう感じです。状態面としてはどうでしょうか。まあ、練習は変わりなく、まあ、体はだんだん良くなってきてるっていう感じですね。この慶応学記念ですけども、ダービーを優勝した時以来ということで久しぶりになりますけども、はい、はい、指定練習してみてどうだったでしょうか。感触は、まあ、重かったですね。結構重さは感じました。風も結構あるっていうふうに聞いたんですけど、どうでした。風はそこまで気になるほどでは、まあ、ありますけど、追ってるなとか向かってるなとかっていう感じはなかったですけど、まあ、バンクは重さは感じましたね。明日の特選は井上選手の番手という形になりますけども、はい、まあ、メンバーも G1 明けで結構豪華な顔ぶれですけども、どうですかね。まあ、井上くんとはね、やっぱり走るステージが上がってきて、なかなか連携決まることもちょっと減ってきたんですけど、まあ、しっかり力出し切ればしっかり2人で確定は上がれると思うんで、まあ、しっかり仕掛ける場所とか見極めて仕掛けてもらえたらなと思います。残す G1 もあと1つということで、まあ、ここ終わってあと 4日市ですね。で、はい、競輪祭ですけども、やっぱり S 班をしっかりと狙ってっていうのがもちろんだと思いますけども、まあ、10年間 S 班で居続けるっていうのも目標に言われてたと思いますけども、はい、このあたりというのはもちろんタイトルを取るっていうのは一番だと思いますけども、はい、やっぱりここの記念2つっていうのは大事な戦いですかね。まあ、もちろんね、そのここと四日市で結果出せば取るだけじゃない部分も見えてくるんで、まあ、そういう意味では一層一層しっかり大事に走らないといけないなとは思ってます。まあ、前回の慶応ダービーの時は無観客で優勝する姿をここのファンの方は見てないと思うので、今回この記念で優勝してその時の変わりではないですけど姿を、そうですね、もう本当ね、優勝は多分 A 級で優勝したぐらいなんで、まあ、ここでね、お客さんの前でインタビューもありますし、まあ、しっかり結果は出したいなと思っています。わかりました。では最後に4日間に向けて意気込みをお願いします。はい、4日間しっかり確定バンドで優勝を目指して頑張ります。よろしくお願いします。